美味しいわ。最高やなこれね。3時前にここでって豊かやな、はい、まあ、人生ほんま豊か。もうこんな時間に飲んだらフォアなるわ。えほんまに、あーね。なんで突っ込みたいのこうやって意味わかんない。なんでこうやって突っ込みたいかがまずわからんのよ。なんでラインナップに上がったんや。うん、味がうまい。あーで始まっていいで終わるな。なんやそれ。あーうまい。なんやねんそれ。もあれへんがな、いろんな今まで言うたことない突っ込みが言いたいね、はい、俺は。なるほどなるほど。ちょっと飲みすぎたかな、頭痛い。あーで始まっていいで終わるな。飲みすぎたかなが邪魔や。頭痛いだけでよ。もうあんたら頭の回転がいい。いやーで始まっていいで終わるな。気持ちええなこれ。そうかな、こっちがなんかな。ありがとうございます。いやーで始まってんのにいいで終われ。ありがとうございます言うてええねんそれ。それ普通で終わってどうすんの。これ何金目ですか。金目大差し。金目ですよね、これ。金目大差して。あーいい。いやあーで始まってすぐいいで終わるな。え赤貝。あーで始まっていいで終わるな。え赤貝ちゃうやろどう見ても。アリ食い。アリ食いなわけないや。あーで始まっていいで終わるな。あーで始まっていいで終わるやつ考えるな。考えるやつ。考えるやつ。その時間やから今考えてへんかった。考えてへんかったで怒るくせに。考えてまた怒られて。アイダホには行きたくない。あーで始まっていいで終わるな。行ったらええやん。おかしなこと言うで。そやな、あんなとこ行ったらいいの。いやーで始まっていいで終わるな俺。俺なんやそれ。それに腹立つ意味がわからないから。圧倒的多数を与党が取ったんは意外。いやーで始まっていいで終わるな。切り口がバイキングやねん。いやそれ言いたなってるやん。何がやねん。バイキングの方言いたなってるやん。そうです、うん、目がたまに疲れます。いやバイキングの中で出てくる坂上さんの CM やないかそれ。関係あれへんがね今。あーで始まってもないし、いいで終わってもないし。いや V 見てる時の忍ぶ。V 見てる時の忍ぶやないかそれ。忍ぶって言うな。忍ぶやろ。ブーで始まってブーで終わるな。あ V 見てる時のブーで始まってブーで終わるな。そっちの方が変やぞ。これじゃあいただこう。ね、終わったよ。はい、すみません。タコの唐揚げも。あ、終わった。ありがとうございます。すみません。いやこれタコの唐揚げ頼んだけど、ゲソの唐揚げ頼みたかったな。いやそんなことならもっと早く言えよ。なんで自慢なって言うねん。こっちがタコの唐揚げで、これイカゲソでした。いやそんなことならもっと早言えよ。恥かいとる。参加してる。なんやねんそれ。味付け一緒やな思ってたわ。ええー、とこで来るな君。今のファインプレーよ。ファインプレーやね、うん、めちゃくちゃ気持ちええわ。おい俺らよりあの子の方がええ。熱い。いやそんな もっと早言えよ。で、あーで始まっていいで終わってるし。いや知らんけど。これ酔っ払うな。いや酔っ払いますよこんな時間から。はい、僕もう一丁いただいていいですか。10分前から思っててんけど。いやそんなことならもっと早言えよ。おいしい。暑いな。暑い。あーで始まっていいで終わるの。もう一丁レモン泡立てお願いします。いや新しいタイみたいに言うな。
何やレモン泡立てこうすんのかなあ女の子上にしてこうすんのかお前 YouTube やから言うてことで悪くない普段テレビで縛り付けられてもんもんとしてるのか知らんけどレモンは何やねん泡立てますやけどいやでもほんま、うん、駅弁の意味が分からへんって今の子うん、そうかそうかそうかなるほど駅弁を見たことないからそうあの今はこうやからさ普通のバッグの方があの売り方をね、うん、じゃあ我々もじゃああれで見たことあるかって見たことはないけど、うん、なんとなくはなんか映像とかで、はいうん、漫画とかね、うん、でもね僕それね20年前から思ってたんですいやそんなことならもっと早よ言えよちゃんとへえ言うてたやん初めて言うけど M1 の時のネタおもろかったいやそんなことならもっと早言えよもう18年経っとるおもろかったあれはほんまおもろ18年前やででもファミコンのやつおもろかったよいやそんなことならもっと早言えよ岩尾がオール雑漫才でドレスの時にやったネタやねんでもトーナメントでリリジャーに負けたん悔しかったいやそんなことならもっと早言えよ戦ってたね戦ってたドレスの時にそうでも俺の嫁はんはドレスおもろいって言ってたで、はい、ありがとうございますいやそんなことならもっと早言えよもう一杯もらおうかな飲むねそんなことしてもスタッフ喜ばへんぞお前お前が飲んでもちょっと乱れてる姿見せようか喜ばへんぞで俺これなんか太って見えるからこれ嫌やねん嫌いやねんほんまにどれにも当てはまるよほんまオープニングで言いたかってんけどいや知らんけどそんなことならもっと早言えねん太って見えるんですよ分からん分からん分からんよこのなんかあの YouTube 前これでやった時見て感じたんですよんよっしゃじゃあこれ終わったらまだお腹いっぱいじゃないですよねはいじゃもうちょっといろいろ食べようかいや明日謝罪会見かみたいな顔すなむずいむずいねいや明日謝罪会見かみたいな顔すな鏡で自分の顔見るな反省してる顔作るな何やそれでももう午後でももうガン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 もう飲む、うん、もうねなあ、うん、いや明日謝罪会見かみたいな顔す逆に逆にもうスイッチ切り替わってる時の落ち込むじゃない方のやけくそになっとるパターンの人生終わる前の日みたいな顔す出ましょうかほんなら行く美味しかったわ。あ、綺麗なお姉さんすいません。そんなの関係ねえ。すな。すなそんなの関係ねえ今。結婚してるから綺麗やな思ったけど。何をしてんねんなそれ。関係あったか。お姉さんびっくりしちゃうわ。コンクリートの元々。の素材いや砂えそれ砂砂を固めたものはコンクリートそれ砂砂や俺が言うてんのはあれでも前髪ちょっと砂いや前髪ちょっと変やったから前髪に上げとんねんからそれ下に砂え砂なんやそれなんや今日服ちぎろうとするやつってなあ砂ねえ街がほんまちょっとずつ戻ってきてますよあうん、ね、家めっちゃ汚いねんけど掃除せんとこいやせえ掃除はせえ整備はやねんけど病院行かんとこいやせえ診察せえかなと思ってんねんけどあかんよ下あかんよほんとせじゃあ、すな痩せえ痩せえせえかむずいなもうでも僕らこうやってお笑いやらせてもらってるのはやっぱ最初に吉本を作ってくれたあの人がおったからいや吉本せえそれ女性吉本せえ
せいやでもあせいちゃうねんせいちゃうせいやな、うん、ねほんまねえめっちゃションベン膝よいや右膝にチンチンあんのかめっちゃションベン膝なんやそれトイレないですからこうやって商店街うろうろできるなんか久しぶりでしたよほんまあれえさっきまでこっちにあったのにいやいや右膝にチンチンあんのかなんでさっきまで左膝にあってん今ないななんで短い時間で移動すんねんあ全然ええわ別にいや右膝にチンチンがあるという事実があるからここを変えても卑猥ではないみたいな感じにすななんでそんな説明せなあかんの俺なんか卑猥なことしてせなしゃあないもんな説明せなあかんねんほんまに、なあもうええわえもうええわお前で安泰の前でいや安全第一やキムタクみたいに訳すな安全第一やろもうだからチャクラーニってもうそのいやそれロシア人の名前みたいに言うなフリップおろしですねいや新しいタイみたいに言うなここで総集編すなチャンネル登録お願いしますでももうここでももうガン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 もうの飲むな。いや明日じゃない会見かみたいな顔する逆に。やけくそになっとる。